まずい事態だ。 ください。もう大丈夫ですよ。何が？それはあれ、嘘でしょ。そんな待ってくださいよ。さあ走ってください。 巨人を食い止めて、あの子を逃がさないと。私が巨人の注意を引きます。その間に奴を倒してください。あの子もまだ相当クエは逃げていないはず。絶対に守らないと。 あの子を追いかけます。あなたは他に逃げ遅れた人がいないか探してください。 前に巨人を討伐して逃げ道を確保しましょう。村の人。
ほとんどみんな先に逃げちゃった。誰も助けてくれなかった。大丈夫ですからね。これでいいよね。行くよ。ありがとうよ、助かったぜ。俺は助けを呼んでくる。思い出すのは取るに足らない、いつもの日常。そんな思い出ばっかり。まずは任務通り、住民の避難に全力を尽くすぞ。急がないと、あの子逃がせなくなってしまいます。私だってこれくらい。何の騒ぎかと思って来たはいいけど、巨人が多すぎるよ。誰か手を貸して。ここからはもっと有利に戦えるよう手配しておくから。ダス、よろしくね。わかった。ここから、今トロストク以来だ。また前線に来ちまうなんて。アシャ、なんで丸腰なんだよ。お前がそんなじゃ。大丈夫です、なんとかしますから。ダズも手を貸してください。やった、倒せた。やってる。ダズ頼むよ。やっ、
よし、これで橋は通れるようになったぞ。よかったです。あと少しで巨人のいる一帯を抜け出せますね。呼ばれて応援に来たが、まだ手が足りない。一緒に戦ってくれ。よろしくね。了解だ。救援要請か。待ってろ。私だってこれくらい。感謝する。しかしこのまま戦うのは厳しそうだな。俺が何か手を打っておこう。よし、いいぞ。私は拠点を作っておくから。
かけに行かねえと。そこの調査兵、悪いがここは頼めるか。他の村にも？俺たちの任務はこれで終わりじゃないんですか？あんな大型の巨人が。でもやるしかありませんね。私だってこれくらい逃がさない。Yeah.
まで来ればもう大丈夫ですよね。周囲に巨人は見当たりませんし。ありがとうございました。おかげで私もこの子も無事に逃げ切れました。この恩は必ず。芋もうみんな忘れたものだと思ってたのに。おい、無事か？怪我はないようだな。ん？お前は？はっ！104期調査兵団サシャ・ブラウスです。上官の指示で各地への情報伝達に当たっていました。そうだったか。装備もない中ご苦労だった。お前とそこの子供は私が安全な場所まで送り届けよう。そっちのお前は戦えそうだな。であればこの先にいる駐屯兵団の加勢に入ってくれるか。どうやら東防衛線が押し込まれているらしい。
準備ができ次第すぐに出発するぞ。あの、必ず今回のお礼はしますので、食べ物以外でまた生きて会いましょう。必ず。